ナマステバディー、なんちゃんでーす。サーズでーす。はい、ということでですね、今日の企画は、はい、インドに赴任する前すべきこと5つというところで、私たちどれぐらいですか、インドに。インド来て2年7ヶ月で、僕も今インドに来て1年半。やっぱりインドに赴任するって怖いもんね。まあそうだね、最初の頃は本当に右も左もわからない状態で、1年ぐらい経ってくるとこう水も雨も知り尽くしてやっていこうかなっていうぐらいになる、そんなイメージですかね。そうだよね、しかもインドに実際じゃあ働こうってなった時に何が必要なのとか、何しないといけないのっていうところって、実際これから来る人ってなかなかそういう情報が入手しづらいと思うんで、インドに住んでる私たちが何が必要かっていう5つをね、今日はご紹介していけたらと思います。はい、では行ってみましょう。チャロ。はい、ということで、まず一つ目、ビザということですね。はい、ビザです。会社側でやってくれる場合と個人でやってくれる場合があります。私の場合はインドにある日系企業で働いているので、基本的には会社が全て手配をしてくれました。インドに駐在で来る人とか、僕みたいにトレーニーで来てる人たちはおそらく会社が全てやってくれると思います。まあ僕がやったことって言ったら、多分パスポート提出したりとか、書類にサインしてくださいとか、それぐらいしかやってなくて、実際裏で何を行われてたかとかっていうのはあまりこう見えないで全てやってもらったっていうのが正直現実です。はい、僕の場合は、外資系企業のインド拠点なので、そういうなんか会社が全部世話をしてくれるような仕組みはなくて、その会社がやってくれたのはあくまでもインド側の、ビザエージェントを紹介してくれるところまででした。なので、実際エージェントとのやり取りとか、いろいろ交渉とか質問聞いてそれに答えたりとか、そういうのは全部自分で、メールベースだったり電話でやったりしてました。一番苦労したのは、そのインドの会社の人事からいろいろ雇用契約書とか、あとは推薦状とか招待状とか、そういうのいろいろもらわないといけないんですけど、まあまあインドの会社なので非常にそのプロセスが遅くて、でさらにそれを全部原本紙で、日本に送ってもらわないとこちらで申請ができないっていうのがありました。なのでそれをせっかくこうもらって、インドビザセンターに行き、まず書類をはねられて、なんかいくつか追加の書類必要ですって言われて、それをまたインド原本に言って、でまた書類をもらって、でそれをもらってインドビザセンターに行って、でまた書類はねられて、でまたそれを追加の書類もらって、でまたインドビザセンターに行ってということで、僕は結局3回、申請作業をして、で4回目にインドビザセンターに行って、ようやく、ビザを手に入れることができたと。結構ね、苦労しました。結局最後3ヶ月ぐらいかかったんじゃないかなという印象です。まあインドだからね、時間には余裕を見てどん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 自分主体でやっていかないと、多分、大変なんだろうなっていうのはすごいわかるということで、個人でやる場合は、皆さん注意してやっていただければと思います。じゃあ6つ目、2つ目、予防接種です。はい、大切です。超大切です。打たないといけないのが6個あります。 A 型肝炎、 B 型肝炎、破傷風、腸チフス、狂犬病、日本脳炎の6個を打たないといけないですと。はい、でね、これ日本の病院に行くと、僕の場合こんなんなんだけど、予防接種カードみたいなのがもらえます。でこれに全部 それぞれ何回どれぐらいの期間を空けて打たなきゃいけないのかっていうのが書いてます。本当に回数多いんですよ。 A 型肝炎が2回、 B 型肝炎が2回で、破傷風、腸チフスは1回で、狂犬病が3回で、日本脳炎が2回ということでね、結構大変で、1回じゃないんだもんね。そうそう、何回かに分けてね打たないと抗体ができないっていうものがあります。特にめんどくさいのがね、狂犬病で、これ3回きっちり打たないとダメで、しかも最初に打った日から2回目が1週間ちょうど空けなきゃいけない。で2回目から3回目がさらに2週間空けなきゃいけないということで、きっちり3週間のスケジュールを守らないと抗体ができないっていうものなので、結構大変なんですね。でもやっぱり狂犬病が一番怖い。怖いね。結構インド犬野犬がとりあえず多いです。もう一日外歩いて野犬を見ない日がないぐらい、で普通に夜歩いてても活発的になるから、急に吠えられたりとか、こう走って追いかけられたりとかっていうのは結構しょっちゅうあります。なのですごい大変だし痛いんだけど、そこはしっかりとやった方がいいです。間違いなく命のためにね、もう保険としてね、そうだね、打っといた方が
海外で働くで体は資本ですから、元気がないともう仕事すらできないですからね、うん、そもそも。そうだね。なので予防接種は必ず受けてください。はい、これはもうマストです。マストです。はい、じゃあロゴが3つ目は薬です。薬もこれはやっぱ体のために、なかなかインドでは日本の薬とか絶対手に入らないで、うん、事前に日本から持ってくる必要はあるかなと思います、うん、そうですね。これ僕が持ってきたのはバファリン、大体酸、あと絆創膏、サビオ。まあサビオ北海道弁だけど絆創膏ね、うん、絆創膏は俺持ってきた。あとまあ女性だったら生理の薬とか自分の使ってるものとか持ってきた方がインドで絶対手に入らないんでいいかなと思います、うん。あとは、ビオフェルミンですね。僕日本でそんなにお腹も強い方じゃなくて、結構日本時代から愛用してたんですけど、それはやっぱりインドでも飲んでます。でインドの場合特に日頃の食事がすごく脂っこかったりスパイスが多かったりとかして、結構胃腸にこう負担のかかる食事が多いので、やっぱり日頃からビオフェルミンを飲んで、プラスインド現地で手に入るヤクルトとかを飲んでるとすごく調子がいいので、それはもうぜひねおすすめしたいです。俺も今1年半住んでて3ヶ月に1回は謎の腹痛に襲われますいきなりっていうのがねあるから、逆にインドでかかった病気はインドの薬が一番効く、うん、そうだね。風邪にしても腹痛にしても急性なんとか炎みたいなのになっちゃうと日本の薬はほとんど効かないので、そういう時は病院に行ったり薬局に行って正しい薬をやっぱり処方してもらうのがいいよね。間違いない。俺も一回急性胃腸炎かかった時は日本の薬飲んで耐えてたけど、もう無理だと思って病院行ってもらった薬でもうすぐ治ったから、赴任する最初の時とかは多分日本で慣れてる薬をどんどん使っていって、ある程度1年とか2年とか経ったタイミングである程度体が慣れてきたなっていう頃になると、もうインドのローカルの薬とかを使っていっても大丈夫かなと思いますね。じゃあロゴが4つ目は日本食の買い出しです。あー大事だねこれは。日本、インドイコールカレーみたいなイメージがあると思うんですけど、本当にその通りですカレー以外ほとんどインド人食べないから、もう3食カレー本当に、うん、まずは牛肉、うん、もう牛肉は絶対に食べれない。この前あげた動画で、ゴアに行ってきましたっていうと、うん、動画があるんだけど、こっちねじゃあこっちを見てもらえればはい、はい、ところどころバンガロールとかゴアとか食べれるポイントはあります。ただ僕たちみたいに、うん、例えばデリーで働いてる人、ムンバイで働いてる人、チェンナイで働いてる人、多分一切食べれるポイントはないと思います。グルガオンの韓国料理屋さんとかに行くと焼肉で牛が食べられるんですけど、ただね高いすごい高いので、美味しい例えば黒毛和牛とか、その自分が本当に食べたいなって思うものを食べることはできないので、やっぱり日本から持ってきた方がねいいよね。あとは生魚とか、うん、イスラムの人いるので豚とか、あとは納豆もなかなか手に入りにくい、まあね、うん、手に入るんだけど高いんですよね。やっぱ日本からの輸入してきて関税とかかかってっていうので、もうすごい高いの。あとはお酒、うん、これもそうだね。お酒はねやっぱり同じ理由ですごい高いんですよ。飲める種類も限られてる。なので自分の飲みたいなって思った酒を持ってくるのがいい。間違いないですね、うん、あとまあ個人的に僕はいつもこれを買ってきます。ジンギスカンですねこれはねインドないんですよね。ラム肉はあるので頑張ってソースさえ作れば自分でできるんですけど、やっぱり日本で簡単に手軽にパッケージで買ってきて、でそれを夜な夜な一人で食べて北海道いいなってこう思うっていう遊びをしたいので、僕は毎回このジンギスカンを買ってきます。じゃあロゴが最後5つ目、はい、覚悟と異文化理解、ね、やっぱり物は例えばこう東京から来てくれた人に買ってもらうとか、自分が一時帰国したタイミングで補充するとか、会社の、ね、調達制度とか、うん、ある程度自分でマネージできるんですよ。なんですけどやっぱりこの心構えっていうところは人が助けてくれるものじゃないので、やっぱりマインドを切り替えた方がいいかなと思います。ハードシップの中にいやいや言ったじゃんやれよっていうタイミングも絶対出てきます。エッグミニッツ、ドーミニッツ、パンチミニッツって、このあうんの呼吸っていうのがあって OKY ってこう笑って流せるぐらいになってると、動画を見ていただき誠にありがとうございます。かくなる動画を良きと心得ば、おチャンネルのご登録、いいねとお言葉、お SNS とお SNS はごめん。